藤井聡太八冠が、将棋トレインのコラボを発表し、制服姿で車内アナウンスを担当しました。この特別車両は、名古屋市と愛知県瀬戸市を結ぶ名鉄瀬戸線で運行され、愛知県瀬戸市出身の藤井聡太八冠が記念すべき第1号の、出発進行の合図を務めました。藤井聡太八冠は瀬戸市立広範小学校の出身であり、この小学校を卒業した OB として、地元の子供たちにとって特別な存在です。彼の登場により、児童たちは興奮し、熱い拍手が沸き起こりました。彼の過去や思い出も紹介され、特に小学生時代のエピソードは興味深いものでした。藤井聡太八冠が将棋界の横綱を目指していたことや、母校への思い、そして後輩たちに将棋セットを送る姿は感動的でした。特別車両、将棋トレインでは、車内に詰め将棋の問題が掲示され、藤井聡太八冠自身が作成した問題も含まれていました。彼は制服姿で車内に入り、乗客に対して親しみのある挨拶を行いました。さらに、藤井聡太八冠の過去や縁のある場所についても紹介されました。彼が子供の頃に通っていた将棋教室や、お好み焼き店での思い出など、彼の人間性や成長過程が垣間見えました。最後には、藤井聡太八冠が児童たちからの質問に答える場面がありました。彼が将棋の世界以外で何になりたいかを尋ねられると、彼は電車の運転士を目指すと答えました。名鉄瀬戸線での将棋トレインの運行は、地域の子どもたちや将棋ファンにとって特別な体験となりました。名鉄は今後も、将棋を通じた地域との交流を促進する活動を展開していく予定です。藤井聡太八冠が列車の運行中に受けた質問や、地元の子どもたちとの交流は、彼の人気と影響力を示すものでした。彼の謙虚な姿勢や地元への愛情は、多くの人々に感動を与えました。特別車両、将棋トレインの運行は、地域のコミュニティにとっても特別な出来事であり、名鉄瀬戸線の利用者や将棋ファンにとっては待ちに待ったイベントでした。このコラボレーションは、地域との結びつきを強化し、将棋の魅力を広める素晴らしい機会となりました。さらに、名鉄の取り組みは止まりません。将棋を通じた地域活性化や教育支援のために、将棋教室の開催や将棋イベントの実施など、様々な取り組みが計画されています。これにより、地域の子どもたちが将棋を通じて新たな興味や才能を発見し、将棋文化の継承と発展が促進されることでしょう。将棋トレインの成功は、単なるイベント以上の意義を持ち、地域社会の結束と文化の豊かさを示すものとなりました。今後も、名鉄と藤井聡太八冠によるコラボレーションが、地域社会に新たな活力をもたらすことが期待されています。将来的には、名鉄瀬戸線のような地域の鉄道路線が、将棋という伝統的な日本の文化と結びつき、地域のアイデンティティを強化する手段として活用される可能性もあります。このような取り組みは、地域の観光振興や文化交流にも貢献することが期待されます。また、藤井聡太八冠のような著名な将棋プレイヤーが、地域社会との連携を通じて地元の子どもたちや若者たちに将棋を教え、指導する機会が増えることも考えられます。これにより、将棋を通じた教育やキャリアの可能性が拡大し、将棋文化の継承と普及が進むでしょう。名鉄瀬戸線の将棋トレインプロジェクトは、単なる交通手段の提供に止まらず、地域社会との協力や文化の振興に寄与するモデルとして注目されるでしょう。将棋という伝統的な遊戯を通じて、地域のコミュニティや経済活動を活性化させる取り組みが、今後ますます重要性を増すことが予想されます。もちろんです。このような取り組みは、地域社会における文化の多様性を育み、地域住民の誇りや結束感を高めることにもつながります。将棋という伝統的な遊戯が、地域の歴史や伝統と結びつき、新たな活力と魅力を与えることでしょう。さらに、地域の企業や団体、地方自治体との連携を通じて、将棋文化の普及と発展に向けた様々なイベントやプログラムが展開されることが期待されます。
これにより、地域の魅力が向上し、観光客や新たな住民を呼び込むことが可能となります。将棋という伝統的な遊戯が、地域社会に新たな可能性をもたらす一翼を担うことは間違いありません。名鉄瀬戸線の将棋トレインプロジェクトは、その先駆けとなり、他の地域でも同様の取り組みが展開されることでしょう。これにより、日本の伝統文化が新たな息吹を吹き込み、地域社会の活性化と発展に貢献することが期待されます。さらに、将棋という遊戯は、戦略性や集中力、忍耐力などを養う優れた教育ツールとしても注目されています。地域の学校や教育機関において、将棋を教材として取り入れる動きも広がっています。将棋を通じた教育は、子どもたちの知的発達や学習意欲の向上に寄与し、将来の社会人としての能力を高めることが期待されます。また、将棋は年齢や性別を問わず、誰もが楽しむことができる遊戯です。地域のコミュニティセンターや公共施設での将棋教室や大会、イベントの開催は、地域住民の交流促進や地域活性化に貢献します。さらに、将棋を通じて新たな友人や仲間を見つける機会も提供され、地域社会の結束を強めることができます。以上のように、将棋を地域社会の中心に据える取り組みは、地域全体の発展とともに、個々の人々の成長と幸福にも寄与することが期待されます。将棋文化の普及と発展は、地域社会にとって大きな利益となることでしょう。将棋文化の普及により、地域の若者たちには新たなアウトレットや目標が提供されます。将棋を通じて競技に挑戦することで、若者たちは自己成長や自己表現の場を乱し、将来への希望や目標を持つことができるでしょう。地域の将棋クラブやイベントに参加することで、若者たちはリーダーシップやチームワークを学び、自己肯定感を高めることができます。さらに、将棋文化の普及は地域の観光振興にも大きく貢献します。将棋をテーマにしたイベントや施設が増えることで、観光客の興味を引きつけ、地域の観光業界に新たな活気をもたらすことが期待されます。また、将棋を楽しむことができる地域の風景や名所が増えることで、地域の魅力が向上し、観光客の滞在時間が伸びる可能性もあります。総じて、将棋文化の普及は地域社会に様々な利益をもたらすことができます。地域の経済活性化や教育の充実、観光業の振興、若者の育成など、将棋が地域社会に与える影響は大きいです。今後も地域の関係者や地域住民が協力し合い、将棋文化の普及と発展に取り組むことで、より豊かで活気ある地域社会の実現が期待されます。